象速報です。埼玉県に大雨警報が発表されました。富士見市、富士見野市で大雨警報が発表されました。この時間帯、風と風がぶつかり合うことで雨雲が発生、発達しやすくなっております。いただいた報告でも見ていきましょう。埼玉県内からは雨がザーザーレベル、高レベルのより激しい雨の報告となっております。雨雲レーダーで見ていきますと、次々と活発な雨雲が広がっていることが見て取れます。この時間帯も強まる雨や、また雷にも注意が必要です。落雷マップも見ていきます。19時40分の段階見ていきますと、やはり雷が鳴りやすい状況ということが分かります。今後も関東を中心に落雷の発生が懸念されます。雨だけではなく雷にもご注意ください。動画リポート音声を入れて送っていただきました。横殴りの雨が続いておりまして、激しく打ちつけていることが見て取れます。最新の気象情報、雨雲の動向はアプリウェザーニュースから見ることができます。ぜひご活用ください。